はい、じゃあよろしくお願いします。どうもハイチです。今回はですね、プログラミングというね授業をシリーズで自分が生徒になって受けていきます。で、今回はですね、そのために先生をお二人呼んでますので、まずね自己紹介をカジュアルな感じで、はい、お願いします。はい、こんにちは、宇賀優です。ですね、今僕は、はい、何言おうと思ってました。俺は何言おうかなと思って今教えてここで使いますからマジで今ですね、一般社団法人水戸ってところで水戸ジュニアっていう、ね、日本トップの、プログラマーたちを応援するようなプログラムをやってます。もともとはマイクロソフトで、マインクラフトのチームにいて、マイクラね、はい、マイクラの教育版のプログラムマネージャーをやっていて、今日これから使うプログラミングの機能っていうのを作ってました、はい、マイクラを作ってたんですよね。そうですね、アメリカで、はい、作って、しかも日本人唯一、まあ、向こうにいたのは唯一で、そうですよね、はい、作ったりとかしてました。多分マイクラやってる子すごく多いと思うんですよ。で、それを作ってた方です。はい、はい、ちょっとすごくなっちゃうからなんかあれですけど、でも実際すごいですもんね。すごい人に教えてもらった方が嬉しくない？なるほどね。で、実際すごいですもんね。ありがとうございます。まあ、動画をお楽しみに。すごい、これはもうすごい。あれ嘘くさくなるんですよね。ハードル上げんな、ハードル上げんな。ここ仲良しだからね。皆さんこんにちは、増原大輔と申します。はい、みんなからはマッスーと、はい、呼ばれています。中高大学生を中心に、アプリ開発とかゲーム開発を中心に、プログラミングを、はい、勉強してもらっていると。実は中高大学生に教えてらっしゃる、そうです、先生ですよね。そうです、はい、アプリ作ろうぜって言って、はい、一緒にやろうぜって作ってみて、はい、実際にアップストアとか、はい、Google のプレイストアとかに公開して、はい、っていうところまで。そう、これ実際お話聞いた時にすごいなと思ったんですけど、その生徒さんが作ったそのアプリを実際に配信してるんですよね。はい、そうです、そうです。だから作るだけじゃなくて本当にダウンロードができるっていう状況まで持っていく先生です。多分そのやり方だと、はい、僕が一番日本でやってるんじゃないかなってい う、まあ、そのリリースを、プロダクトを作ってリリースをするっていう学び方っていうので、はい、そうですよね。人にお願いする場合って、はい、日本語とか英語とかを使ってこれお願いしますっていうじゃないですか。はい、ただコンピューターにお願いをする場合には、このプログラミング言語っていうプログラミングの言語を使ってお願いをする必要があるんですよ。はい、多分ですけど、まあ、率直な感想を言うと難しそうなんですよ。そうなんですね。今スタートの段階で撮ってるので、はい、もう指示を出す、きっと英語みたいなのがずらーって並んでて、絶対書くことができないって今私は思ってるんですけど、はいはいはい、今度です、2020年から日本ではなんか小学校でもプログラミングが必修になるんですよ。はい、ただ、はい、みんな一般的にプログラミングって言うとまさにおっしゃる通りで、はい、英語のこうなんか文字をすごい打ってみたいなイメージがあると思うんですけど、はい、実は最近はですね、今日初めに2つやるのは、はい、マインクラフトとマイクロビットっていうちょっとこう電子工作のものをするんですけども、はい、こういうのは、ね、小学校で使うものに関してはいわゆる一個一個の命令がこうブロックになっていて、はい、マウスとかタッチでドラッグアンドロップでできるようなプログラミングの言語っていうのがいっぱい最近はあるので、こういうものを使って簡単にプログラミングできるんですよ。あるものを持ってきたら動くってことですか？その通りです。自分で書かなくてもいいっていう、はい、文字を打たなくてもブロックをこう組み合わせていけばパズルみたいに、ね、はい、できるみたいなイメージです。長文でなんかラップをやってるみたいな、ね、固い感じになってはなってますよね。なんかすげえ固い、すげえ真面目な人みたいな感じになってるよね。ちょっと一回、でもそれはそれでいいかなと思うんだけど、一回テイラースイフトさんだけどそれはそれでいいかなとは思う。まあカットするかもしれないけどプログラミングってやっぱりパソコン関係、まあ、IT 関係のイメージが強くて、まあ、実際そうだとは思うんですけど、その方面に進む子たちだけ、まあ、やっとけばいいんじゃないのみたいな風にちょっと外野からは思ってしまう面もありますし、多分見てる子たちも思う子もいると思うんですけど、うん、IT 関連に行きたい人だけのものではないと僕は思っていて、はい、例えばプログラミングを通じてその自分の進路だったり、はい、まあ、夢だったり、まあ、そういうのをこう探すきっかけになるかなと思っていて、うん、例えばまあプログラミングを使ってなんかアプリが作りたいなって思った時に、じゃあ自分は何のアプリを作ろうかなって考えるじゃないですか、うん、その時に自分の課題が見つかってきたりとか、うん、好きなもの、例えば自分はサッカー好きだから、じゃあサッカーのアプリを作ろうとか、うん、まあ、そういうふうに自分の本当に好きなものって何だろうっていうのを考えるきっかけになったり、うん、まあ、それこそエンジニアとかプログラマーみたいなのにならない人でも、うん、例えばじゃあ自分は農業の世界に進もうと思ってる人がいたとしたら、そのプログラミングとかアプリを作って美味しい野菜を作るための仕組みを作るとか、うん、まあ、医療系に進みたい人だったら、はい、より患者さん助けられる仕組みって何だろうみたいな、うん、じゃあプログラミングとかデータを使ってこうやってみようみたいなって、うん、すごいそのプログラミングのメリットを使えると思うんですよ、うん、エンジニアになりたい人以外
の人もこうなんでやらされるんだよみたいなあると思うんですけど、はい、まあ、そういうことじゃなくて、はい、みんなにとって武器になるもの、はい、本当にやりたいことが見つかった時に武器になるものの一つだと思ってます、はい、うん、こういうアプリがあったらいいなって思う場面、多分自分だけじゃなくって学生のみんなもこれからあると思うんですよね、うん、でもアプリを作るってものすごいハードルが高いイメージがあるんです、うん、でも実際そうじゃない。そうじゃないです、ね、今日一番最後は iPhone アプリをまっすーが、そうですね、やってくれるんですけど、実はめちゃくちゃ簡単なんですよ。そうだからそれを本当できればね、うん、そこまで見ていただいて、うん、まあ、今回ねこのシリーズ通して私でもできるんだっていうのをすごい身近に感じてもらえたらいいなと個人的には、うん、すごい思ってるのと、うん、まあプレッシャーとしては俺ができるのかっていう、うん、大丈夫です。そうそう、例えば、まあ、本っていうのは1個の方法で、日本語でもいっぱい面白い本っていうのがあります。例えば iPhone アプリの本とか、はい、いろんな本があって、その本をまずやってみるっていうのは1個の方法です。でプログラミング言語って多分本屋に行くといっぱいいっぱい多分種類があるんですよ。ありますよね、はい、Python とか Ruby とか JavaScript とか、うん、1個言語を選んでそれをやってみてほしいんです。なんでかっていうと、はい、あの基本的にプログラミング言語の作りって多くの言語は結構共通で、はい、1個の言語を覚えれば後の言語に簡単に移行できるんですね。ただ作りたいものによって言語って変わってくるんですよ、はい、まずはその言語をやってみてほしい。例えば Web のサービスを作りたいって思ったら、はい、JavaScript っていう言語をやってみたりとか、いろいろ大体決まってるので、そこでまず1個選んで本屋に行って、はい、よくね、あのなんだろう、猿でもわかる Python とか結構ある、はい、そういう本あるんですよ。そういう本を買ってみて、はい、まずはやってみるっていうのがいいかな。それは目的をじゃあ先に決めてしまって、これをしたいって決めてから、じゃあそれに合ってる言語を勉強するっていうのが1個の方法です、はい、オンラインでも教材ってたくさんあるんですよ、はい、まあ、一番そのプログラミングやってる人とかに言われるのは、はい、まあ、ググれば無料でいけるよみたいな、あるんですけど、まあ、Google ってすごい情報量じゃないですか、はい、あの膨大な海にいきなり初心者が、はい、放り込まれて、どれ選んだらいいのかみたいなね、どれを使えばいいのか分かんないし、結局ちょっと入るじゃないですか、だいたい何行かで挫折するんですよ。あ、無理だみたいな。そうなんですよ、はい、なので一応なんかある程度まとまったものがいいなと思っていて、情報がこう、ま、絞られてるもので、本っていうのは、まあ、そういうところがあるじゃないですか、はい、これをとりあえずやりましょうよっていう、たくさんあるけどこれをやりましょうっていうのが本だと思うんですけど、はい、まあ、それと同じようにそのオンラインで教材がまとまってるサイトっていうのが実はあって、ドットインストールとか昔からあるのでいうと、はい、うん、動画で学ぶことができるんですけど、最近だ と、プロゲート、ホストが少なく始められるというか、技術本とかって高かったりするんですよ。あ、そうですね、うん、あと3つ目の手段でもあるんですけど、はい、まあ、プログラミングスクールっていうのも、はい、まあ、あのいろんなところにあったりするんですけど、はい、まあ、そういうスクールに行くのも一つの手段なんですけど、うん、場所はでも限られるよね。そうですよ、場所とお金の、まあ、いろいろあると思うので条件が、はい、あと1000円2000円出せるとしたら、はい、ユーデミーっていうサイト、いっぱい動画、いろんな動画が講座があったりとか、 ね、あとは近いのだと N 校がやっている N 予備校っていうのがあって、うん、これもねよくできてるんです。すごい、これもいやすごく月いくらか1000円ぐらいかなでできるので、はい、まあ、合わないものもあるんですよね。なので、まあ、実際に、まあ、ちょっとやってみて、はい、合わなかったらもう別のがあるぐらいの気持ちで、うん、なんかこれできなかったら自分はもうなんか才能がないんだみたいな感じには思ってほしくなくて、うん、1個選んだものがたまたま合わなかっただけだから、じゃあ次選びなよっていう。あ、なるほどなるほど。はい、じゃあよろしくお願いします。どうもハイチーです。今回はですねプログラミングの授業をですねシリーズでやっていこうと思います。ただ私はですねプログラミングの知識がゼロなので、今回素敵な先生にね2名来ていただいておりますので、まず自己紹介の方よろしくお願いします。こんにちは、宇賀優と言います。今ですね私は水戸ジュニアっていうですね小中高生のプログラマーを育成して支援するようなプログラムの代表をやっていますけれども、もともとはですねマイクロソフトっていう会社でマインクラフトとか分かりますかね、まあ、そういったゲームとか製品の開発をしていました。どうぞよろしくお願いします。お願いします。こんにちは、僕はマッスーと呼ばれております。本名は松原大輔と申します、はい、で、プログラミングをもう8年か9年ぐらい中高大学生を中心に教えていて、アプリとかゲームを通じてプログラミングを勉強してもらうっていうのをやっています。その先生ですね、はい、はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。向井さん緊張します？若干ですよね。若干、まあ、若干硬いっすよね、今日。硬いですね、今日。はい、大丈夫ですか？大丈夫です。最初めっちゃ緊張しましたよね、最初のやつ。そうです、そうです。どう、だって、ハイチさんカツッと入るからさ、すごい。スタートはカチッと入りますよ、自分。あの感じでいきなり崩せないでしょ、ってこっち。いや、違うね、向井くんだね。あ、マジで、うん、いや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 、だって最初に聞いたのはめっちゃハイチだったから。最初のやつ。大丈夫、今、いい感じ。今も OK ですか？ありがとうございます。